飲んでいるか。ああ、飲んでいるとも、孫賢殿。うん。やむを得まい、父を討ち、講和の名士となった男となど、そうそう組み交わせるはずもない。だが、この講和、そして乱世の終結、あの男の英断あってこそだ。天下など人の身には大きすぎる。誰かが一人で背負うなど考えずともよいのだ。導き合い、支え合う。そう、ここにいる皆で。いや、ここにいない全ての者とも手を取り合い、まだ見ぬ時代を作っていくのだ。みんな、共に祝おう。新たな天下の始まりを。新たな天下。